はーい、お疲れ様です。素本つです。今回のお話なんですけど、実証少年革命家のゆたもんくんについてのお話になるんですけど、まあ、ゆたもんくんといえば、不登校 YouTuber と名乗って、え、活動してたわけなんですけど、ついに学校に行きますとかっていうことで、え、学校に行き始めてるんですよね。で、それが最近めちゃめちゃ有名なね、中学生の YouTuber グループの影響だーっていうことで、もう迷惑けるヘズマリュート。 もう援護切ったりだだととかか親父はブロックしますすついに反抗期が来てて行き始めてるんですよねなんか意味わかんないけど反抗期で学校に行き始めるってとにかくユタボンパパと真逆のことをしてねもう相手にされないような状況になってるぞーってまあただそうやって真面目に行きますみたいな感じの方がめちゃめちゃいいねとかついて話題になってるんですよねマジでユタボンくんの中で過去一話題になってるんでまあこの話で見ていこうかなと思います元見てのチャンネルでは ニュース系のことを話していきまますすのでいいいいねと思ったら是非チャンネル登録もよろししくお願いしますいや、マジでユタボーパパも生活できなくなるんじゃないのかっていうようなそんな話なんですけど、まあ、今回2つ話題があってですね1つはこちら YouTube の動画でも上がってたんですけどヘズマリュウと縁を切りましたっていうことであの迷惑系 YouTuber ヘズマリュウと仲いいっていう話だったのが縁切りましたっていうことをね言ってるんですよねまぁ、あ、ちょっとここテロップとかないんで、まあ、実際に記事になってるんでその 様子を見ていこうと思うんですけど「ゆうたも迷惑系 YouTuber と絶縁今は学校行っててまともな友達もいっぱいおろし」ってえ <laughs> ちょっと待って <laughs>。 結構前には学校行ってる奴らってロボットだーみたいなことは言ってたとは思うんですけどね。あれ勘違いだったかな元三つの。で、不登校 YouTuber ユータボンが21日までに YouTube チャンネルを更新、元迷惑系 YouTuber のヘズマリュートの絶縁を宣言したーって。ユータボンはヘズマリュートを縁を切りましたと題した動画を公開、もともと自身のアンチだったというヘズマリュートを約4年前に出会い、その後親友として付き合ってきたという経緯を振り返った。しかし、 中学3年から不登校を続けてきたユタボンが中学3年で初登校するとヘズマ竜は X。え ツイッターでユタボンお前が学校に行くと決めたんだなダメ親父からの指示ではないんだななら俺はお前と縁を切る真面目に学校行くならお前みたいな社会不適合者とつるんでてもマイナスにしかならないもんなーって、まあ、ヘズマリューガーからユタボンが真面目に切るんだったら俺はもうお前と縁切るよってお前は真面目に頑張れーっていうことを言ってるんですよねもう二度と SNS の世界には戻ってこなくていい犯罪だけはするな学校楽しめよさようならと絶縁状をきつ つけてきたーっていうことで、まあ、プロレス感はあるんですけどこういうことをヘリズマ竜が言ってこれ OK ユタモンは今は学校に行っててまともな友達もいっぱいおるしち <laughs> 今までいろんなつながりができてよかったとかって言ってたのに、急にこんなこと言うの。えー、今までの自分の友達ってのはまともな友達じゃなかったってことだからね。<laughs> まともな友達もいっぱいおるし、そういう人に迷惑をかけたり、炎上している人と関わってもしゃあないし、迷惑系とか炎上系ってほんまによくないと思うから。<laughs> いや、この前あ、この間までのね、言ってることと真逆だよね。俺は今回ヘズマで言うと縁を切りましたとコメント。XQ ツイッターとか LINE でもブロックするしこれからはそういう人と関わらないように SNS をやっていこうと思いますって迷惑なやつとはもう俺は SNS 関わらないようにするからなーって言ってるんですよねゆたぼんくとし最後はヘズマま流に向けて今までほんまにありがとうこれからは人に迷惑をかけたり援助するようなことはせんと真面目に生きていってくれそれじゃあさよならとメッセージを送ったとまあこの2人のやり取りっていうのはまあ、プロレスみたいな感じかなと思うんですけど ただね、ゆたぼくが確実にね、えー、ある YouTuber に影響を受けてるっていうのはね、なんとなくわかるんですよ。それがこちらのね、えー、YouTuber グループなんですけど、ちょんまげ小僧っていうことで、この子たちね、中学生なんですよね。えー、一気に登録者が増えて、150万人ぐらい、えー、登録者がいるような中学生 YouTuber なんですけど、まあ、最近話題になってたんで、知らない人はほとんどいないと思うんですけど、まあ、この子たちって、すごい真面目に動画撮って、自分たちで編集して、 で、それで火がついて、一気にチャンネル登録者が増えたっていうようなね、まあ真面目にやってきてる、えー、若い YouTuber ということなんですけど、まあ、ゆタたぶんくんはね、この子たちにもすごく影響を受けたりしてるんですよね。ここに書いてる通り、一回動画にも上げてるんですよ。ちょんまげ小僧についてっていうことで、さっきの YouTuber のことをね、べたボべして、いや、すごいと思うわーって、俺も見習っていくわーって、なぜか上から目線なー。 応援ををしてたわけけなんんでですすど逆に自分はその路線をね、えー、走り始めるんですよ学校に行ってきましたーとか Twitter でもこんな感じでね学校に行ってきますって言ってるんですよねでは、まあ、これめちゃめちゃいいねとかもついてるんですよこれはマジでいい話だから、まあ、ちょっと元道もいいねしてくれってもうユタボン君はやっと学校に行くのかーって、まあ、今までユタボン君の中でその絶頂期というとねやっぱりここだよね学校なんて行くらーみたいなことを言ってた頃のユタボン君がいるわけなんですよね学校に ロボットになるんじゃねえよとかこれがバズって話題になって、まあ、その当時はめっちゃお金も入ってきたとかってね自分で言ってましたからね、まあ、なので小さいユタボンくんからするとこれが成功事例になっちゃってるわけなんですよねだからこれが正しいことみたいになってたのがこのちょんまけ小僧くんたちが出てきたおかげであっ これも正解なんだって真面目に生きてちゃんとみんなから人気出るんだっていうことでこっちの方がいいっていうのをちゃんと理解したんじゃないのかなと本美さんは思うんですけどねまあだから学校に行きますだとか迷惑な人とは SNS 完全に縁切りますみたいなことを言ってたわけなんですよそしてついにですねこんなことをツイッターで言い始めるんですよね俺は自分の意思で生きていきますやでってこれまでもこれからも人生は勉強やっていうことでなんとユタボンパパ ブロックしてるんですよゆたぼくんが ネットでは、ユタボンくんがやばい方向に行ってる元凶はパパだとかって言われてる、そのパパをついに切っちゃうんですよね、ユタボンくん。こいつも迷惑系だって思ってるからなのかなと思うんですけど、ついに小離れしちゃうんですよね。で、ユタボンパパの方のアカウントを見てみるとね、ま必死になんかね、こことか固定のツイートとか、ユタボンに安置してる奴らの大半が自分は嫌でも我慢して学校に行った結果、カスみたいな人生を送ってるのに学校に行かずに自由に楽しく 生きてるのが許せないっていう嫉妬みんだろうってお前ら言うたもんに嫉妬してんだろとかまあゴミクズだとかもうひたすら汚い言葉でアンチを煽ってるわけなんですけどまあねえこんな感じでリツイートおー言うたもんよしよしって俺がリツイートしとくぜって言って毎回リツイートしてたんですけどもうブロックされちゃうんですよもう完全にやってることが真逆になるんですよねこんなもう汚い言葉でゴミクズだとかアンチのこと煽るんじゃなくて学校に行ってきますって親父の言ってることは全部 間違えて分かったぞーっていうことで、学校に行ってきますのツイートの方が、むちゃくちゃいいで多いからね。パパの、何倍 ?100 倍100倍以上だね。もう500倍とかそれぐらいになるのかないや、もっとやばいっぽいで、ね、最近のだといいね。12とかしかついてないじゃん、ゆたぼんパパ。え <laughs> いや、もうこれさ、ゆたぼんくんが自立しちゃったら、ゆたぼんパパ、完全に終わりじゃん。どちらかというと、一人で生きていけなくなるのはパパみたいですね。この状態だと。やばいよね。だって、フォロワー1.5万人いて、いいねが12とかしかつかないだよ。いや,やば、これ。<laughs> まあ、完全に見捨てられてしまうパパっていうようなお話なんですよね。っ、ま、ぱ、あ、ネタにしてもこれはおもろいね、ユタボック。まあ、ということで、真面目に生きる方が、ユタボくク、いいねってやえ、話題性が強くなってしまうっていうお話なんですけど、みんなの意見もね、見ていこうかなと思います。ちょんまげ小僧登場により、中学生ブランドとアイデンティティに触れられ、ハンドル180度回転の大路線変更だーって。そうだね、ユタボックも真逆の方向に行ってるからね。最終的には が資本主義のロボッットになるバドドエンドかって前までは一過性を貫いてて好きだったよーって、まあ、前のユタボンが好きだったよーとかって言ってる人もいるんですよね。まあわらわらってついてるから本心どっちかわかんないけどとか他にはなんかユタボンが学校行くようになった原因がシャム見てからって説って っって言って言るる人いるけど個人的にはシャムが決定打ではなく多分だがちょんまげ小僧が決定打になった説が濃厚だと思うって、まあ、このシャムっていうねユーチューバー変なユーチューバーなんですけど、まあ、普通の人じゃないで、ね、そういう人を見てユタボン君が気づいたんじゃねえのかって俺もこんなにはなりたくねえって実際にそのヘズマリュウの結婚式の時にすぐそこにいたりしたんですねこれがシャムっていう人なんですけど結局ユタボン学校行く決心した理由マジでこれな気がして泣けてきた っていうことでヘズマリュウの結婚式ってかなりやばい人いろいろいたんでこのシャムさんかどうかは分かんないけどとにかくいやこんな人にはなりたくねえなーって思うような人が確実にいたんじゃないのかなと思いますねとかえー、まあちょっと話戻すとそりゃよう不登校じゃなくてここまで大ヒットしてるのを見てみどれほど自分が愚かでちっぽけなのか分かっちまうかなーってまあやっぱりちょんまげ小僧を見てるとやっぱこっちが正解だったなーって気づくんでしょうね今からでも もうまだ間に合うって、まあ家事をね、180度変えたということなんですよね。とか、他には、これが普通の15歳なんじゃないのって、今までいい子すぎたでしょって、もう親父の言いなりだったじゃねえのっていうような意見ね、健全に育ってる証拠やん。反抗期がこの時期に来てよかったよって、普通さ、中学生の頃、親に SNS とか見られたら嫌でしょって、いや、もう確かにそうだね。 ガンガン見られて、リツイートとかもされてるわけだから、確かにそれ嫌だな。今思うとそうだね。とか、他には、おネタかもしれんけど、これはちょっと素直に応援したくなるかもって、まあネタであっても、これなら応援するぞっていうようなね、そんな意見がすごく多かったんですよね。こちらも家でさせていただきますね。とか、他には、反抗期で逆に学校行くの腐って、いや、そうなんですよ。 普通さ、反抗期でいや、親とかの言うこと聞きたくねえ俺、学校行きたくねえみたいな、そんな不良パターンじゃないですか。真逆なんですよね。<laughs> 親の言うこと聞かねえ俺、学校行くーって <laughs>。 これめっちゃ笑ったんですけど、こちらはいいねさせていただきますね。とか、他にも、俺も頑張ろう最近どんどん状況が良くなってるっていうことで、まゆうたぼんくんのこういう姿見て、やっぱ元気出てる人、逆にいるんですよね。まあ、話題性もすごくあって、いいねもね、4万いいねとか超えてるからね、学校行くって言ったら。 まあ、よっぽどユタボンくんの心に何か打たれたんじゃないのかなと思います。で、ね、まあ最新の動画でこうやって親父を切るとかっていう動画も上げてたりするんですよね。まあこれはちょっとサムネ詐欺なんで中身全然違うんですけどただまあこうやって真面目に学校行くぞとか真面目なことをやってたらおのずと多分、えー、さっきのツイートにもある通りすごくあの応援してくれる人も見てくれるようになると思うんで仮に構成したのがネタだったとしてもこうやって視聴回数とか数字に表れるようにり なったらああこっちの方がいいなって自然とユタボン君もね構成していくんじゃないのかなとそしたらおのずとユタボンパパは一人になって生きていけなくなってしまうっていうようなそんな状況に追い込まれていきますよね、まあ、おそらくそのスパイラルに入っていくんじゃないのかなと思ってますということで今回はユタボン君お父さんのことをブロックして迷惑系扱いしてしまうっていうようなそんなお話でした皆さんの意見もねぜひお聞かせいただけたらなと思います元ミのチャンネルでは時事ニュース系のことを話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル 登録もよろしくお願いします本日もご視聴ありがとうございました